伊達門別駅は、北海道伊達市山下町にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は、H38。電報略号は盾。事務官コードは13307。伊達市の代表駅であり、1925年8月20日、国有鉄道長林東線の駅として開設された。1940年12月15日に、 胆振り貫間鉄道が改良し、同線との分岐駅となった。1986年11月1日に胆振線が廃止された後は、室蘭本線の単独駅となっている。駅名は当駅の所在する地名が由来であり、伊達の名は、伊達城日の後裔である、渡り伊達市当主、伊達国重とその家臣団が1870年に入職したことから付けられた。 1900年に、伊達村となる前の地名は、門すっぽんであり、地を門別と変えて伊達と合わせ駅名に採用した。特急、北斗が、すべて当たり駅に停車する。1976年の伊達門別駅と、周囲約 1.5km、1km 範囲。右が、東室蘭方面。左は上へ、右側が、胆振線峡谷方面。その左側が、 室蘭本線を車満部方面、駅裏から左上端に見える北海道東行道南西東所への専用線。駅舎側ホームは左側に、胆振線、右側に貨物ホームへの貨物線が引き込まれて、両側で切りかき機場になっており、胆振線ホームには2両のディーゼルカーの姿が見える。その左定期表には、胆振線用の転車台と小型の区け車庫が残されている。 国土交通省国土画像情報をもとに作成端式ホーム、島式ホーム複合型の2面3線を有する地上駅。互いのホームは中央部分に位置する古墙橋で連絡している。他の駅とは異なり、3番線側に改札口がある。社員配置駅で緑の窓口、離せる、券売機を設置している。駅舎は、 開業時のものを手直しして利用しており、外観は白壁、焦げ茶色の柱、梁を有し、天井は大型マス角天井となっている、キスタンプも設置している。伊達市は当駅の西側にある老朽化した階段式人道橋の掛け替えに伴い、当駅ホームへの連絡通路を兼ねた歩行者用の立橋を建設することを北海道旅客鉄道に提案。 JR 側もこれを承諾して2015年11月に着工し、2018年3月28日に開通した。駅舎がある山下地区と海側の西浜地区を結ぶ市道であり、長さ40.4メートル、幅3メートルの古線橋となっている。従来の陸橋より、駅寄りにあり、駅舎がある山下地区に北棟、海側の西浜地区に南島を配置し、 自転車と一緒に搭乗可能なエレベーターをそれぞれ一機ずつ設置している。また、高齢住民が津波などの一時避難場所として使用することを想定しており、防犯カメラも設置している。ホーム連絡通路は長さ26.8メートル、幅2メートル。南北のホームにエレベーターを設置することで駅のバリアフリー化を実現した。北東のエレベーターは、 ホーム連絡通路との共用で一般歩行者と列車乗降客が交互に使う方式を北海道口で初めて採用しておりホーム連絡通路と自由通路の2方向に扉が開く仕組みになっている駅舎側より記載3番乗り場を車ゃま方線端部に残る切りかき機ホームの後がイブリ線の名残である旧イブリ線の一部の線路機関庫は 保線車両の留置線の一部に転用されている。かつては、島式ホームの外側に、貨物用などの多数の側線時点で6本、おしゃまんべ方に伸びる1本の専用線、また駅舎側にも岩見沢方から分岐し、駅舎側ホーム南側部分に存在する切りかき器、ホームへと至る2本の貨物側線を有した。これらは1993年時点で、蒸気保線車両留置線及び、 安全側線を除き撤去されている。伊達市統計所によると、2017年度の1日平均乗降人員は981人であった。近年の推移は、下記の通りである。伊達市中心部への玄関口であり、伊達漁港、伊ン伊達店、伊達市役所、伊達関十字病院、伊達関十字看護専門学校、総合公園伊達、歴史の森、 北海道伊達高等学校などの最寄り駅になっている。発着路線については、道南バス等や、くっちゃん、伊達地区参照。かつては、JR 北海道バスが、伊達線を運行していたが、1996年に撤退して、道南バスに路線を移動した。駅前には、伊達駅前バス停留所があり、伊達市内線、室蘭方面、総別、大滝、くっちゃん方面、東野高温泉。 豊浦方面への郊外線が発着している。特急列車の停車駅は、各列車記事を参照北海道旅客鉄道、室蘭本線長和駅立門別駅北、船岡駅日本国有鉄道胆振り線、立門別駅大乗長和駅。ありがとうございます。